はい、自己紹介お願いします。はい、私の名前は佐藤kumar mundol です。今28歳です。生年月日は1994年の3月の12日です。私の家族は4人です。両親と一人妹と私です。私は日本語を言語を合格しました。今 N1 を勉強しています。私の身長は172cm です。体重は 65kg です。私の趣味はヒンドゥーです。私の好きな食べ物はボタニックです。私の趣味は本を読むことです。日本の世界の中に安全な国ですから、世界仕事をするために行きたいです。どうぞよろしくお願いします。はい、日本でどのくらい働きたいですか？最初に3年、その後2年働きたいです。 TITP が終わったらどうしたいですか？国へ帰って自分の建設道具の店を作りたいです。好きな食べ物は何ですか？ボタニクです。嫌いな食べ物は何ですか？牛肉です。宗教は何ですか？宗教は何ですか？ヒンドゥです。宗教はヒンドゥです。長所は何ですか？正直なところです。短所は何ですか？話すとき声が小さくなるところことです。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。